タワーが来た。いきなり、何これ、氷のクマ。ありがとう。何タワこんばんは、クリスタルか。今のまの肝試し全然ビビってなかったね。嘘、なんかね、真っ暗すぎてもう何みたいな、なんかもう1センチ先が見えないみたいな感じだったんですよ、暗すぎて。それが怖かった。楽しそうでした。嘘やろ、めっちゃ、何も見えんみたいなずっと言ってた気がするどこみたいな。こんばんは。笑ってた？嘘、全然笑ってないんやけど、怖っ覚えてないだけか。記憶にない、笑ったそれも逆に怖くない？普通にガチの心霊スポットらしいよ、あそこ。そう、調べたら出てきたんですよ、どこか忘れたんですけど、なんとかトンネル、なんとかなんとか。今日帰ってきてから寝てました。まあでも2時間ぐらい。なんかね、そう、やっぱその肝試しの時は白々しかったんですよ、みんな。あんま調べないでくださいみたいなその場所のことをなんかね、リコチとね調べようとしてたんですけど、あんま調べないでくださいって言われたりとか、あとはうん、
なんかみんな仕掛け人っぽかった。すごい、小判なんか久しぶりに見た。こんばんは。リコチンもう号泣でしたね。どうするってなってました。もう怖すぎて。そう、なんかあのお化けに追いかけられたら50メートル走速くなるのかみたいな説の検証だったんですけど、私は逆に遅くなりました。そう、なんか暗すぎてね、ちょっとね怖かった。焦げそう。あとね、9月8日の2部がメールで送ったんですけど、夕方ぐらいに聞いたところ、あと8枚らしいので、チケットが8枚。もうちょっと少なくなってるかもしれないんですけど、そう、一部お昼はもう完売してるんですよ。みんな来やすいんですかね、お昼の方が。嬉しい。香川で完売。もう来るべきですよ、本当に。2部も2部も だってコラボ曲がなんとかってね。
すごくない？コラボだって。明日行きます。お、明日私いません。21日のクルージング当たった。明日の鼻だれはね、出ないんですよ、残念ながら。そう、四国やけん出たかった。そう、バンダナも新しく3期生が入ったバージョン。ができた。こんばんは。本当に目が悪くなった。もうこっからはね、全然見えん。ここぐらいから見える。14日の東京公演で一般販売あった。え、あった。あ、お話し会再販中。ちょっと消しとこ。よし、こんばんは。瀬戸内の声、衣装風はね、意外といい感じになりました。もうね、決めてあるんですけど。
お腹空いてきた。もううどんが食べたいな。明日、明後日、しあさって、うん？福フェスの時。こんばんは。梅干し持参していこうかな。うどんにトッピング用で。梅干しとかなんかとろろが入ったとろろ昆布が入ったやつが好きなんですよ。いやでも分からんよ、もしそうあのケータリングとかがあるのが当たり前じゃないけん、ない時に梅干し梅干しをただ持参した人になる。私でもまだ梅干しは持参したことないです。お菓子ぐらいしか、お菓子の梅、干し梅とかしか、普通のパックに入ったような梅干しはまだ持ち歩いたことないです。さすがに腐らんよね梅干しって、そんな簡単には。迷うな。それかもう普通に香川で、買う。ちょっと待って、ちょっと一旦ちょっと待ってくださいね。色を変えるか迷います。買いすぎ。本当にビビンバが食べたくなってきた。サムヨプサル、サムギョプサルもいいよね。でもニンニクありきって感じだもんね、サムギョプサルは。
2日前ぐらいに自分ニンニクが食べたすぎて、なんか冷凍のなんか買ったんですよ。砂肝とニンニクのやつ、めっちゃ美味しかった。ニンニクがゴロゴロ入っててやばかったです。でもスタミナがつきました、おかげで。意外と悪くない？平坦。ニンニクの醤油漬け、それは絶対やばい。ニンニクチューブもよく使うの。いや、今は家にないですね、切れて。この前ニンニクチューブが普通に家にあるって思い込んでて、何だっけ、ペッパーランチをね作ろうと思って、そう、そのニンニクチューブ以外の食材を買ってきたんですけど、大事なニンニクチューブがなくて、ただの炒め物になりました。ご飯となんかお肉とコーンのでも美味しかったです。その代わりにね、焼肉のタレをで食べました。味は こんばんは。月見バーガー食べました実はね、昨日もうご褒美として月見バーガーも食べたし、月見パイも食べました。でも味付けがちょっと変わってましたよね。きな粉が入った、きな粉が追加された。前はもうお餅とあんこしくらいしかなかったんですけど、もう9月11日、そう、9月11日も実は四国の公演がねあるんですよ、広島で。でもそこみんな来てくれるんですかねって不安になってます。香川が3連チャン続いてて、678とその後の11日って、くれますかね。お、申し込んでる、行くよ、行きます。おー、でオンラインお話し会でもね行くよみたいな話は聞いたのでちらほら来てくれる人はいると思うんですけど、
大変ですよね。もし香川3日連続行く予定の人がいたら、11日も行こうって人やったら、すごい私たちと一緒ですね、スケジュールが面白い。すごい、行きます行きます。嬉しい、新公演が始まる前に今までの公演が悔いなくできるのでいいですよね。あとは本当に早く秋が来てほしい。涼しいぐらいがいいな、外出て。お腹鳴った。お、四国公園とクルージング楽しみ。面白い。毎日暑すぎるからね、音符暑すぎるからね。夜中はめっちゃ涼しいよね。温度見てるだけなんですけど、外出てないんですけど涼しそうな、23度とかでした見たら。夏バテはしなかったですね。ちゃんと食べるようにしてました、今年の夏は。なのでちょっと脂肪をつけて乗り切りましたけど、落としました。もうなくなりました、その分は。半身浴がやっぱめっちゃいいんですよね。全然汗かかないんですけど、ライブとかでも。でも最近は半身浴が一番汗が垂れてくるようになりました。前とは大違い。それがなんかね、よく寝れるし、なんか肌にもいいし、代謝も良くなるし、体が温まるし、クーラーとかでね、冷えすぎたものを温められるので、でもライブとかではね、あんま書かないんですよね。なんでなんやろ。
コントロールしてない。でもちょっと面白いマネージャーさんがいるんですけど、 STU にはその方曰く汗ってコントロールできるらしいっすやみたいな言ってて知らんけど、そんなわからないじゃないですか。なんかなんかこっから上は汗かかないぞって思ったらかかないらしいんすよみたいな言っとって、いやそれはないんですけど絶対に。で本当ですかって言ったらなんかうん、なんて言ってたか忘れたんですけど本当らしいよ。でも私は嘘だと思います。もう舞妓さんみたいな感じで、もう意識的にっていうか、もう人の手を使ってコントロールすることはできるよね。もうこの辺をギューって縛ったらこっから上は汗かかないらしいんですよ。一番汗かいたのは半身浴の時です。毎回半身浴でしかもう汗かかないですね。うん、垂れてくることないもんね、あんまライブとかで。でも続けることによってちゃんと書けるようになるのかもしれないですって思ってます。そう、じわっとこの辺にしか書かないんですよ。書くとしてもこの辺とこの辺ぐらいにしかね書かないんですよね。書きすぎたくはないよ書きすぎたくはないんですけど、汗水垂らしたい とは思います。そう、
ありがとうございましたって言って礼した時に垂れたこと一回もないちゃんとやってないみたいですよね。なんか書いてなかったらちゃんとやってるんですけどね。でもその代わりね、顔がめっちゃ赤くなるんですよ汗をかかなかったら。ステージ上はねめっちゃ暑いです。照明とかもね熱をね結構持ってるので。でもこれが意外なことがあって、踊ってる最中の方が暑いって思うじゃないですか。でもなんか最後らへんなんかね止まった時が一番暑いんですよ。風がなくなるから。動いてる時って風を受けるじゃないですか。それがなくなってカーンって止まった途端もう体温がうわーってな なるんよ。それを一番感じるのがヘタレたちよなんですけど、花だれ公園の褒めてもらえない僕らの人生そんなのどうでもいいんで、しゃがんだ時が一番熱い。花だれ公園でしゃがむし、なんかもう体温ここに充満するっていうか、もう一気にうわーって熱くなるんですよね。そこがそう、そこでいつもね顔がめっちゃ熱くなるのが分かるんですよ自分でも。でもそれもちょっと面白い面白いんですよ逆に。そう、座った途端なんかね体温がこうやって蒸発していく感じがする。あと原点とかも結構熱いかも。長袖やしね衣装が。その時のクワトロの照明熱い。もうどこも熱いです結構どこの会場も熱いかも。もう踊らなければ熱くないんですけど、もう1曲2曲ぐらい踊ったらもう熱いんですよ。あ、でも照明がなかったらね全然違う。あった
ある時とない時と全然違くない？見え方。一番熱い衣装あれじゃないですか、自分着たことないんですけど、ペダルの MV の衣装、あの白いめっちゃ分厚いコートみたいなやつにでっかい青いリボン、あれめっちゃ熱そう。可愛いよねあの衣装。こんばんは。デニム制服のことですかね。デニム制服はもう着なくない？デニムって着たら着た分だけ味が出るけど、1年来たとしてもそんな変わってなかった気がする。やっぱ育てないといけないですねデニムをいい感じにするには。姿が見えん。ベタちゃんの。そう、デニムの衣装なんかリメイクしてミニスカートみたいな感じにして着れたりせんのかねって ずっと思ってるんですよね。どうなんやろ。ガジュマル、さっきお水たっぷりあげました。3日間家を空けるのでもう枯らさないように。ベタちゃんの餌はでも何？喉が鳴った。あんまり出かける前に家開けるからって言ってあげすぎてもダメらしいので、普通の分量ぐらいあげて出ていきます家を開けます。なので全然飼いやすいです。そう、1週間ぐらいはね大丈夫らしいので。
そう、なんか餌をバーってあげても残したら水質が悪くなったりとかするので良くないんですよ。飛び出さないように蓋がついてるので安心です。あ、でも全然調べたらね、もう最近は出てくるようになったので便利な世の中ですね。あとはもうペットショップ屋さんにたくさん聞いてきたので、それ通りにやってます。あとチリパでちょっと話したので聞いてください。ぜひ、いつやったっけ放送、アリちゃんとです。酸素のやつはなくてもねいいんですよ。13日、じゃあもうすぐか。13日の金曜日え？そうなん？今日何日？ 5？ もう今日が何曜日かもちょっとよく分かってないかも。日付ぐらいしか把握してない。なんか13日の金曜日でなんか思い出したんですけど、着信ありが公開されてるらしいね。 YouTube やったっけ、 YouTube で「てん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 」めっちゃ好きだったので見ようかな。あれ何年前のやつなんやろ。かなり危険な日。うわ、怖っ。こんばんは。最近全然ホラー見てないんですよね。でももうホラーの季節じゃないか。
こんばんは。この前リネタンとあの風水みたいな、なんかあの枕の方向方角とかのとか家具とかの話についてちょっと議論したんですよ。何枕で寝てますかみたいな。でもそう、北枕で寝てるんですよ私。北枕にしてからめっちゃいいんですね。もう本当に何もかも。縁起悪いとか言われるけど全然もうめっちゃいいんですよ。気持ちの問題かもしれないんですけど、もうぴったり北で寝てます。ちゃんと調べて方角を。めっちゃいいんですよね、なんかなんとなく。そう、それでね、南枕で寝てた時もあるんですけど、その時は別にそんな何にもなかったですね。特に思い当たる節はなかった。いいかもとか。じゃあ南じゃないか。西だ。西？ちょっと待って。西だ。西枕でね、寝てた時もありました。そう、リネタンね。そういうのめっちゃ好きなんですよ。森塩とかもね、いろいろ教えてもらったんですけど、私はもう怖かったんですよ。話したことあるんですけど、配信でなんか花だれ公園の前日に、普通にも公園とか関係なく、その前日に、あ、森塩しようと思って、森塩を玄関の両端にしたんですよね。内側に。そしたらその次の日に、花垂公園とかも集合場所に向かうときに、こけて、どっちかの親指の、に、もうえぐれた、怪我したんですよ。えぐれるぐらいの怪我を。膝もちょっとやったかも。あと携帯も割れました。普通に手に持って歩いてたんですよ。そしたらバーンってもうバーンって地面に打ちつけて、最悪でした。それでうわ、なんかちょっと怖ーって思ってやめました。すぐ治ったっけ。でも1ヶ月2ヶ月ぐらいは。なんか傷はあった気がしますけど、もう何もないんですよね。どっちかっていうのも忘れました。
早かったっけ回復、あんま覚えてないかも。そうね、傷パワーパッドをつけてたのでちゃんと何にも跡は残ってない。すごい治癒力が、怪我とスマホバリバリどっちがショックだった？怪我ですね。怪我です。もう染みたりとかするのが嫌じゃないですか、一番傷口に。あ、でも昔はアロエとかを塗ってました、怪我したら。ばあちゃんに言われて。アロエ意外と染みなかったですね。靴ずれした時とか塗ってました。確かに火傷、でも火傷はあんまりしたことない。ここぐらい、ここにちょっと跡は見えないんですけど、もうほぼ。めっちゃ熱いお玉をジューってやったことがあります、小学校の時に。白玉団子を茹でてたんですよ。友達と。そしたらね、ここにジューってなって痛かったんですよ、めっちゃ。白玉の時お礼します。小学生の頃なのでしてないと思う。してなかったですね、あれはもうただ単の不注意でしたね。そう、子供だったので。自分でやったわけじゃないよ、さすがに。落ちてきたんですよ、ちょうどここに。白玉茹でてて、お玉をそのまま鍋に突っ込んでたんですよ。それが多分なんかの拍子でなんか肘かなんかが当たったのかもしれないです。もうめっちゃ記憶が蘇る。やっぱ痛い時って覚えてますよね。え、ワッフルめっちゃ美味しかったです。サクサクしてましたし、そう、めっちゃ甘いとかじゃなくて食べやすかったです。ブルーベリーやし、甘酸っぱって感じで。美味しかったです。うん、アイスみたいでした、普通にね。生クリームがもうバニラアイスみたいな感じでした、感覚的には。広島の本通りらへんのところです。名前はちょっと忘れました。
韓国なんとかって書いてました。お腹空いてきた。ビビンバ食べたいのはまだ変わってないですね。ビビンバかサムギョプサル食べたいけど、今から食べるのはちょっとめんどくさいよね。家に何もないし、食材は。ヨーグルトぐらいしかないな。ヨーグルト食べようかな。でもね、食べたんですよね。でも5時ぐらいに食べた。それはお腹空くか。5時間経った。ふるさと納税で届いたシャインマスカット、うわいいね。なんかこういう時にちょっとなんか避けるチーズとかねあれば満たされるんですよね。避けるチーズの唐辛子味もう一番食べてる自信あります。ノーマルも好きかも。ローストガーリック味もあるんですよ。あとコンソメ味もあるんですよ。その他は見たことないかも。ケチそう、なんか一つで売られてる時と二つくっついて売られてる時があるんですね。ミシン目を切らずに。みんなお腹が空いてきたんじゃないですか、もしかして。アイスが来た。ほらよみたいな感じで。確かにじゃこ天食べたい。何食べたんですか晩ご飯。カレー、ビーフシチュー、カツ、唐揚げ、ゴーヤチャンプル、冷しゃぶ、春雨サラダ、冷麺、肉じゃが、お好み焼き、カレーうどん、エビチリ餃子、ジャコカツ。おわお。すごいね。でも最近ね、もんじゃも好きなんですよね。
でもお店の鉄板で食べるのが多分一番美味しいと思うので、家では作ってないんですけど、もんじゃ仲間を探し中本当に美味しい。でももんじゃってなんか月島、なんか東京の食べ物なんですよね。東京っぽくなくない？もんじゃ食べたい美味しいんですよ。その鉄板にジューって焼き付けて食べるのでめっちゃ熱いんですけど、熱ってなりながら食べるのも美味しい。確かに見た目はやばいんですけど味はめっちゃ美味しい。食べたことあるか？あるわ。あります。なんかちょっと前にね、ミーヒンとミチュと3人で食べた気がする、なんかの時に。なんか何やったっけな、忘れたんですけど、その時もめっちゃ美味しかったですね。具沢山でした。その時は牡蠣とかも食べました。鉄板焼きに行ったんですよ。牡蠣とかホタテとかも食べました。え、広島じゃない、東京だった気がします夜ご飯に一緒に行った気がしますってもんじゃ焼きのお店少ないよね。もうお腹すいてきた。え、そろそろ終わろうかな。食べたんですけどね、5時ぐらいに食べたんですよ。なのでお腹は空きましたねどうしよう、どうしようかな。でも今日はね、そんな食べてないんですよね。朝ごはんも食べてないんですよ実は。朝ごはん何食べたってなんか投稿しときながら、みんなのやつを聞いただけでえーって思って食べた気になって歌って踊ってきて、でワッフル食べて、で5時ぐらいになんか晩ご飯的な感じで食べて
そっから何も食べてないんですよ。なので別に食べてはいいと思ってます私は。お腹すくよね。だってもう今ぐるぐる鳴ってますでは壇上を読みます。ケンケンさん、 ABC ハウスさん、伊豆尾さん、ムネカネヒロシさん、モフモフスキーさん、ヒロシさん、トノサマドラゴンさん、サージカルさん、ウマちゃんさん、ウツボさん、いつもピンチさん、タッキーさん、ハギちゃんさん、ありがとう。ありがクリスタルタワー、お疲れ様でした。今日もお疲れ様です。おやすみかん。フォローよろしくお願いします。おやすみかん。香川で待ってます。